はい、えー、とじゃあ,あの、お待たせしました、えー。建築環境デザイン学科の長濱です。よろしくお願いします。えっと、前のスクリーンでですね、あの今日のトークショーをあの進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、あの皆さんあの、オープンキャンパスにあのお越しいただいてあ,のありがとうございます、まあ。夏の特別プログラムとして、まあ、トークショーをあの企画をしているんですけれども、 えっとまあ、告知の時に見ていただいていると思うんですけど「神戸未来風景」というテーマで皆さんに少しあのいろんな神戸のことをですね解説させていただけたらと思っていますで、まあ、の神戸にお住まいの方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、この絵はですね三宮の駅前の将来像を描いたものです神戸市さんがですね えっとまだ立ってませんけどもここが JR ですね少しニュースにもなってますけど、えー、JR のビルがあの将来ここに立つということで、まあ、映ってませんけどこの手前が右下がですね阪急ですね神戸阪急さんがいて、えー、っていうようなあこの交差点の部分ですね駅前の交差点の部分を、えー、まあ数十年かけて大改造しようとしている計画になります。 で今見ていただいているのは、えー、数年後です、ね、の第1段階ということで、えー、大きく歩道をですね、拡幅して、JR ビルの前とか、まあ、丸い前も整備して、えー、全体をですね、こういうい広場にしていこうと、まあ、将来、まあ、十数年かけて、えー、車を全部止めて、ですあ、ね、と、えー、でお話もしますけれども、大きな広場を作ろうというのが、えー、最終目標になっていって、まあ、いきなりできませんので。 1> まあ、第1段階第2段階第3段階で車を全部止めるということに向かって、えー、神戸という町の都心を再生させていこうというプロジェクトおがこの写真になります。で今日はですね、まあ、あのこの大学地元神戸、えー、ですので、えー、本学の教員もいろいろプロジェクトに関わったりとかしていますので知ってる範囲でですね、えー、神戸の町の未来が えどうなるのかということを皆さんにですねなるべく分かりやすく解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。で補強トークショーということで担当ですけれども建築環境デザイン学科でランスケープデザインですね公園とか広場のデザインを専門としてますあの長浜あと、えー、もう一人ですね同じ学科の建築家の、えー、畑智博先生に 2、えー、人で、あのー、皆さんと少しあの解説を、ね、していきたいと思いますのでよろししくお願いします、まあ、あのこの2人で今日代表して説明させていただくんですけども構造の萬田先生とか、えー、環境工学の荻原先生とかも一緒にコラボしながらいろんなプロジェクトを進めていますので今日この2人であの代表して、あのー、トークを進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 で、えっとまあ、せっかくなのであの、まあ、トークショーといえどですね、まあ、大学であの進めていきますので少し皆さんにいろんな街のことを一方では知ってもらえたらなと思っていますウォーカブルな街づくり居心地がよく歩きたくなる街中づくりって書いてあるんですけどもこれはあの国土交通省が日本全国の街に対してやっていこうということの一つの切り口になっていますで、まあ、ウォーカブルってあんまり聞き馴染みがない と思うんですけども、まあ、あのウォーク、まあ、歩ける街ということですね、えー、にみんなしていきたいねということを国土交通省が号令をかけてですね、えー、全国展開をしています。まあ、その一つがあの神戸市ということにもなります。でその下の,あの居心地がよくっていうのが、えー、今日も暑いですけれども、えー、こんな暑い中歩けないということで、まあ、そういう高温対策も含めてですね えしていて居心地をおよくまあしていくっていう工夫であったりとか、まあ歩きたくなる、まあ楽しさですね、街をぶらぶら歩く楽しさみたいなものをどうやって作っていけるのかっていうことをお目指してえやっています。で、これはですね、えっとまあ当然日本だけではなくて世界的にテーマになっています。ウォーカブルシティというのが世界の街づくりの今キーワードになっていまして。 えーまあ、ヨーロッパで有名なのはあの皆さん、またネットで見ていただいたらいいと思いんですけど、コペンハーゲンです、えー。街の中心地から車を全部追い出してですね、えー、オープンカフェを作って、えー、歩く人、人のため中心の街にしたのがあ、まあ、一番有名な事例、先駆的な一番有名な事例がコペンハーゲンです。で、まあ、少し遅れてアメリカの、えー、ポートランドという街が今、あのー、世界的には人気、女性の方もすごく好きで、まあ、少し華やかな。 街で、歩いて楽しい街としてですね、え暮らしやすい街として、えー、有名ですけれども、まああの、日本の街、神戸もですね、えーそ,うえー、そういうことを参考にしながら、えー、そういうモデルを作っていこうとしている状況にあって、まあ、それのきょうはあの一旦をですねご紹介をしていきたいと思います。まあ、そういう意味であの世界の街づくりにつながる話に、えー、今日はなるかと思います。 でもう少しあのどういうことかということを説明していきたいと思うんですけれども、今日後で紹介しますけれども、三宮エリアですね、えー、ここがちょうど三宮駅で、フラーロードがあって、えー、港がある、まあ、ちょうど今、ここ、ウォーターフロント開発がなされていて、これちょっと古い写真ですけれども、ここに水族館ができたりとか、今、大きなアリーナですね、を作っているようなあエリアです。 で、先の,あの国土交通省から言うと、ですね、えー、駅から、えー、ちょうど1キロぐらいになるんですけども、取っまでですね、駅中心に1キロ圏内ぐらいを歩いて楽しい街にしていこうということが一応基準になっています。まあ、そういう意味ではちょうど三宮エリアっていうのは三宮駅があって、港まで、えー、途中、市役所があったり、東遊園地、居留地がありますけれども、まあ、この界隈ですね、1キロ圏内をもっと。 歩いいてて楽しし街にで、ここで、まあ、一応大学の、えー、先生、教員なのであの研究もしておりまして、えーまあ、このエリアのどういうことになっているのかを少し昔分析したものです。で、まあ、ちょうど同じこの写真のエリアなんですけれども、えー、車のための空間を塗っていますあ、グレーで塗っていますけれども、 高速道路を含めて、ですね幹線道路を含めて、車のための空間ですね、まあ、車道であったりとか、駐車場っていうのが、くまなく走っています。まあ、当然、神戸は港町ですので、えー、っとまあ物流がずっと歴史的には盛んだったので、まあ、今でも車で便利な町と言われています、一方で言うとですね、車でアクセスして、すぐ駐車場を止めて、えー、目的地に行けるような町の形になっているということも、一方では言えます。 でもう一つ、えー、じゃあ,あの人のための空間はどうなっているのかということを色をつけたものです。緑色ですね。えー、公園とかあ歩道とかビルの足元の広場みたいなものに色をつけたものですね。えーまあ、これもあるわりとネットワークはしているんですけれども、比率ですね。えー、さっきのこのエリアのお色を塗ったやつを、えー、ずっと集めてみてあの、比率を見てみたものがこれ、えー、です。 まあこのエリアでですね、43%、面積でいうと半分ぐらいが車のための空間になっていて、人のための空間はわずか12%にしかなりということですね。あと、建物がありますけれども、自然というのは海です。建物もまあ入れる建物もありますけれども、まあ、あのカフェだとお金払わないといけないですから、まあ、そういう意味では無料で入れるまあウォーカブルできるところは、 12しかなないいっっててう街のモデルになってますで、まあ、さっきも世界的にもですね要するにこの比率をもっと上げていこうという試みがなされていて公園とか歩道とかを作り変えたりとかですねこの人のための空間を増やしていこうっていうのが世界の試みですし神戸もこれにチャレンジしている途上ですね。 えー、これに向けて、えー、いろいろやってるということになるかなと思います。まあ皆さんのお家でいうとですね、間取りと一緒です。皆さんが住んでるお家の半分がガレージになっているような街に僕らは住んでいるということになっていて、その、えー、わずかあー10%ぐらい、えー、お住まいの1割ぐらいで衣食住をしているみたいな街になっているので。 コペンハーゲンのようにもう車の場所を追い出してもっとやっぱり広々と住みたいよねっていうのがお家と街も全く同じですこの比率をやっぱり見直していかないと歩いてっていうことがなかなか達成できないで歩くとなぜいいかっていうことなんですけれども一つは健康になるということです、えー、車を置いて歩き回るっていうのは一つは健康になって、えー、まあ保険料も安くなるんですけども えー、みたいなものだったりとかあとはもう一個儲かるということです。車乗ってですね歩いてるとまあ今日なんかもやっぱり少しカフェに入って、えー、少しアイスコーヒー飲もうかとかねそういう,う地域経済のためでもあります。あの歩くと消費が増えてっていうこの2つがコペンハーゲンを有名にしたあ理由でもありますあの。地域が活性化したんですね歩かすと で、みんなが健康になったっていう、だから儲かって健康になるから、これはいいじゃないかということがあ、世界のモデルになって、みんなそれをお,、まあ、お手本に、えー、頑張ってるっていうのが、えー、このまちづくりですね、えー、神戸だけではなくて、世界が目指しているところになるかなと思います。で、えっと、まあ、あの大きな今日のテーマは、それに向けて、どんなことに、えー、神戸はなっていって、 でまあ、未来と書いてますけども実現している未来もあります、えー、直近でですね、まあ、その辺りを少し解説を具体的な例を見ていただいてしていけたらと思っていますで大きくあの4つありますで1つはあの先ほど見てたあの三宮周辺ですね駅町空間と呼ばれるんですけども、まあ、ここ自体は僕がずっともう10年弱ですね神戸市のデザイン会議のメンバーとして全体計画にずっと関わっています でその中で少しあのこれは大学としての取り組みなんですけどもパークレットとか恋川筋とかプラッツとかっていう先行、まあ、的な小さなプロジェクトがありますのでその辺りをあの解説していきたいと思います。であと3つですけれども駅前広場です。で、まあ、全部なぜ駅前広場かという、まあ、あの駅町空間も駅前田宮駅前なんですけども これ日本特有です。あの日本が割と駅,駅中心の町なんですね。常に町の中心に駅があるっていう国は、まあ割と日本独特の傾向にあります。大体海外の場合は町、えー、の中心地からの少し外れた場所ですね。海外の場合、旧市街地っていうのがあって、まあ、そこから少し離れたところに。 まあ駅を置く京都なんかでも、まあ、そうですねあの京都の中心地ではなくて京都駅はやっぱり離れたところにあるようなことになってるんですけども、まあ、日本の多くの都市ですね神戸なんかは特にもともと城下町ではないですので明治以降の町なので駅が中心なんですねだから駅をこう作り変えていくことによって町全体を作り変えていこうというのが今神戸市ですね久本市長も含めて、えー、取ってる作戦になります。 でそういう意味では2つ目の例として JR の灘駅前ですね、これも僕と畑先生が関わってるんですけども、えー、少し町の中心地とは離れた場所の広場ですね。で、もう1つが精神中央駅ですね、プレンティ広場とパークアベニューですけども、まあ、郊外ニュータウンですね、郊外ニュータウンの駅前です。 でこれは一応完成しているので、またその状況も見ていただけたらと思います。で、今あの、絶賛取り組んでいる神戸駅ですね、まあ、町の中心地の再生ですね、をご紹介したいと思います、まあ。この辺りは割と神戸市にとってもメインプロジェクトですね。で、それを今、本学の教員のチームで、えー、ずっとあの関わっていますので、まあ、今日、せっかくあのお越しいただいてトークセッションですので、まあ、その辺りの生な 状況ですすね皆さんに、えー、お伝えできたらと思っていま1つ目、えー、ですけどもこの駅町空間ですね、まあ、どういうことかというと、えー、こっちの沖の方の地図でここが三宮元町神戸ですねでこのおにぎり型の赤いラインがありますけれども、えー、これが一応神戸市が都心と呼んでいるエリアになります、えー、一番北は新神戸駅ですねこのおにぎり型が都心というような考え方にいいます でそれの一番へその部分ですね、えー、三宮駅になるんですけども、それの拡大図がここで、先ほど少し絵を見せた、最初に絵を見せたやつがクロススクエアと呼ばれる、この十字ですね、十字型の大きなあー広場あー、将来的には車を求めて、えーと、車が来ない広場を作ろうという非常に画期的な、あのものすごい交通量の多い場所です。 当初はまあ車がちょっと不便になるかもしれないんですけども、えー、町の一番大事なところにも人が主役の場所を作ろうという計画です。で、それの周辺ですね、えー、ここ、駅が6つありますあの。これもかなり珍しいケースなんですけど、JR 阪急、えー、とか地下鉄とかですね、あの阪神とか含めて6つあるようなあーターミナルの町なので、 えーまあ、それで駅と町を結ぶ駅町空間を作り上げようということがこの計画になります。で、もう少し、あのー、広域的に見るとですね、ここがあ駅町空間なんですけども、まあ、ここにとどまらず、さっきも説明したこのウォーターフロント部分ですね、まあ、こういうところにフラーロードも作り変えて結んでいったりとか。 えーまあ、離打ちのこれ京町筋ですけども日離打ちと結んでいったりとか二宮とかあ北の生田とか北の,の方に結んでいくっていうことで、まあ、ここのへそは作るんですけどそれでもっと人がぐる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 広域に回すっていうね今あの連接バスが今ポートループっていうのが走ってますけども、まあ、ああいうものも導入したりとかコベリンですね貸しレンタルサイクルみたいなものも サポートとしてやって、えーま、歩くだけじゃなくてそういうものも、えー、導入しながらあ、ま、回遊するような街をまちを作っていこうというのがあ今あ大きな未来像になります。まあ、それを、まあ、もう少し立体的に見るとですねここがあの三宮でこっちが海なんですけども、まあ、既存のこういう東遊園地後で出てきますけど東遊園地とか磯上公園とかあとは道路関係ですね、まあ、こういうものもネットワークさせて えーまあ、ずっと公園みたいなあ場所がつないでるようなウォーカブルな街を作っていこうというのが、えー、神戸市の花と緑のお考え方ということになります。で、まあ、それの一番のメインがこのクロスクエアということになるんですけども、えーまあ、それだけではなくてそのクロスクエアの部分にこういうあの広場を作ったりとかですねこれが一番メインの第一期の クロスクエアの部分ですけれども JR のビルの前にですねいろんなイベントができたりとかこういうデッキですねデッキみたいなものを整備してこういうビルの2階の広場とつないでいこうというようなダイナミックな計画をしていますでその周りですね北側であったりとかフラーロードなんかもですねまあこれ将来こうなったらいいねということなんですけどもこういうよなむような場所ですねカフェが出てくる ですね、そこでお茶するようなそういう道にしていったらいいよねっていう今の、えー、道路法ではなかなかできないことなんですけども、えー、最近、あのー、こういうことができるようになってきたので、まあ、そういうことを後押しに、まあ、広場のような道ですね今の道っていうのはもう歩くしか目的がないんですけどもいわゆる広場もうちょっと滞留する佇むようなあ,街、まあこのことによって歩いていって休憩しておしゃべりしてまた歩いていくっていうようなことをずっとしていくような あー、街にしていきたいということになります。まあ、とにかく日本はあのこういうところに座る場所が少ないです。あの、いつもあのおばあちゃんがですね。あの花壇のヘリに座っているのはいつも僕寂しいなと思って見てるんですけども、海外はやっぱり座るところがやっぱり多いです。あの、それも無料でですね。お茶飲まなくても座る場所が多いので。 まあそういう場所をやっぱり街の中にずっと作っていくとみんながずっと巡っていくっていうことですやっぱり座る場所が中継地点がないので歩く気しないわけですよね、えー、だついあの車に乗ってしまうっていう、まあ、そういうこともあるので、まあ、こういう街を作っていってウォーカブルにしていこうというような考え方ですねでまあそれがあの今説明してるのが大きなあのビジョンですけれども まあ当然、先行して、えー、こういうのはもう10年、何十年か,か,かけてやっていくものですから、先行してやってる例なんかもあります。えー、っと神戸の方はよくもうあのご覧になってると思いますけれども、昔のパイ山あですね、えー、三宮のパイ山の広場が、今、アモオレ広場って言いますけれども、こういう広場、モニュメントを利用して、座るようなあまあ象徴的な場所であったりとか、サ、まあ、北通りですね。 阪急、えーまあの開発とセットになってるんですけどもこういうお店が出て、えー、オープンカフェ風の道に、まあ、ついこの間まではここがただの道だったんですけどもこういう,ような広場的な道を、まあ、作ってるということをやり始めていて、えー、っとこれ自体も全国的にすごく話題になっていますあの、まあ、こういう視察も多いらしいですけども、まあ、こういうようなまちづくりを、まあ、いち早く、まあ、始めていってるっていうことになるかなと思います。 でもう1個が東遊園地ですけども、えー、これが当時の僕が関わっているデザイン会議でのビジョンですけども、それも実現されて、今、あの刷新されています。で、まあ、こうなった瞬間にですね、もういろんな子様連れの方ですとか、カップルとか、まあ、サラリーマン含めてですね、今まではなかなか来なかったのに、もう一気に来るようになっています、まあ。とにかくやっぱりこういう見える効果ですね、やっぱりリ,ノベリニューアル、リノベーションして、 えー、やっぱこういうニーズはあるわけですよね、こう欲求というか、えー、小芝生広場の中で、えー、食事したりとかしたいというですね、まあ、そういうものであったりとか、こういうカフェ、えー、ですねカフェが出て、まあ、そこで飲食したりとかっていう、こういうパークリノベーションっていうんですけども、公園を変えていくようになって、これも全国でやってるんですけども、まあ、そういうインパクトもあったりとか、まあ、安藤忠夫さんの子どもの本の森ができたりとかですね。 ま今までなかなかやっぱり市役所の向こう側、駅からと向こう側ということで、なかなか行かなかった場所なんですけれども、まあ、港のウォーターフロント開発含めて、ですね、こういうスポットができると、やっぱりみんなすぐ反応して、えー、いろんなこう活動、アクティビティをするっていうのは、あのー、すごいな、できた瞬間すごいなと思って、もう次の日からみんなすぐ使ってたというね、あのー、反応が早かったなと思っています。でこのあたりがですね、一番先行事例です。 このりりから本学が神戸市をサポートしててやってる取り組みです。まあ、小さなプロジェクトなんですけど、神戸パークレットといって、まあ、こういう道路空間にです、ね、座る場所を作っていくという、このパークレット自体はもともとサンフランシスコで発達したものです、えー。サンフランシスコのカフェの前であるとか、街角にです、ね、こういう小さな場所を作っていこうということがサンフランシスコで、えー、試みられて。 まあそれがわりと世界的にもまた影響を与えて、まあ、それを日本の中ではいち早く神戸市がやって、えー、います。あとで出てきますけど、何が日本初かというと、えー、こう車道ですね、まあ、ここによくあの車が違法駐輪で止まっているエリアです。そこにはみ出て、ですね、えー、こういう場所を作ったとっいうのが日本初ということなんですけれども、まあ、なぜはみ出るかというとあの、こっち来ると歩道が今度狭くなってしまうので、 えー、なるべく車道も使いながら、ここにガードレールが入ってるんですけども、えー、この人の安全を守るためにガードレールの中で、えー、こういうような、えー、テラスを作るようなパークレットが日本初ということで、まあ、これが、あのー、地元の商店会と神戸市とうちの大学とです、ね、3社が連携して実現したプロジェクトで、まあ、この取り組み自体はあのグッドデザイン賞をいただいているんですけれども。 今、当初3カ所だったんですけど、今も4カ所、5カ所増えて、徐々に増えていっているような状況ですね。まあ、速攻的にととやりやりりすいパターンとして有効性がありますで、もう一つですね、小江川筋、元町駅から海へ続く、もともと神戸の一番のメインストリートです。で、そこのリニューアルも大学としてアドバイスしながら実現したものになります。 もともとこういう場所です、違法駐輪も多くてですね、歩道がすごい狭くて、まあ、歩きにくい、歩きにくいということが、まあ、当初からクレームがあったんですけれども、えー、その歩道をですね、拡幅して、えー、すっきりしたデザインにして、まあ、こうなると駐輪場、おばちゃんも止めにくいですから、えー、割と排除して、えー、こういう照明デザインなんかもして、港町らしい、えー、メインストリートをもう一回。 まあ、神戸大丸もありますので、えー、神戸の港町の顔として作り直したあのが、プロジェクトになりますでもう一個、あのこれ、居留地の中ですけれども、三宮プラッツですね、この辺りからあの畑先生がご担当したので、少しあのだ那解説をお願いできたらと思いますあ改めまして、こんにちは、畑です。 えー、よろしくお願いします。えー、っと、長浜先生からお話がずっとあってですね、これも今つながって話の中に出てくる、町を広場に見立てて、人のための場所を作ろうっていう取り組みの一つです。で、私だけではなくって、この大学のさっき名前が出てきた、萬田先生っていう、芸工大のチームで取り組んだ事例になってます。皆さん知ってますかね神戸の方だったら、もしかしたら知ってくれてると嬉しいんですけれども、 これあの京町筋っていうあの急遽留置の北側にあるんですねちっちゃな場所なんですがもともとはです、ね、あの地下に大きな駐車場があってそこへの出入りのための小さな地下広場だったんですね。で何をやっても、なかなか地下でやってることって地上には伝わってこないのでなんか何やってるかわかんないっていうことでここに広場があることさえみんな知らないような場所になっていました。で 地下で起きていることを地上にどうやったらこう拡散できるか、みんなに知ってもらえるかなと思ったときに、これすごい大事なことなんですけど、えっと、いろんなことをイメージします。この人間のイメージする力ってすごく大事だと思っていて、であの屋根を考えたんですね。ここを小さな舞台に見立てられないかなと。で地下で起きていることを人に伝えるにはどうしたらいいか。そうか、あの舞台の下に鏡を貼って。 下で起きていることが映り込めば地上を歩いている人たちに気づいてもらえるんじゃないかなと。でそれはどんなものがいいのかなと思った時になんかこう銀色の雲みたいなものが浮かんでいるといいなと思ったんですねでそんなふわふわと柔らかい軽やかなものが舞台を包んでいてその下で起きていることがあ映し出されているようなものを想像しました。で だけじゃななくって、なんか音楽をギターを弾いたらその音がこう拡散したりするようなそういうものになったらいいなっていうようなことを想像してイメージしたんですよねでイメージするのは簡単かもしれないけど実際作るのはなかなか大変でしてで、さっきお話ししたような萬田先生っていうその構造を解析する先生がいるんですけども人間がイメージしたものに仕組みを与えてで単に計算するだけじゃないんですよそれを、 どううう作ればいいいいかっっててことを考えるるがあるんですね。それが一つの環境デザインの面白い側面です。で、もう一個は形、モニュメントを作ってるんじゃないんだと。で小さな場所を広場に見立てて人の場所に変えるということは、町の歩道だったり、今までだったら、えー、っと通り過ぎるだけ歩くための場所だったりするところが座席に早変わりするっていうことですよね。で広場に見立ててて、るっていうことを考えて どんな使い方をすればどんなふうになるだろうかということをいろいろ考えていきました。で、今ですね、えー、っと、三宮プラッツはコロナも随分落ち着いて、えー、こういうふうに、えー、かなりの日数ですね、いろんな使われ方をしていて、で、今まで歩道だった場所が客席になって、あ単にあの地下の駐車場へ行く階段だったところがああいうふうに座席になって、まさにあのさっきから話に上がっているウォーカブルで、今まで えー、通り過ぎるための場所だったものが広場のようなものになってそういうものがつながっていくっていうようなそういうものにこうなっているかなと思います。ぜひ機会があればですね、えー、っと覗いてみてほしいなと思います、えー。続けて次のプロジェクトなんですけれども JR の灘駅っていう駅ご存知でしょうか三宮からちょっと東へ行ったところですね。神戸の方だったらきっとご存知だと思うんですけれどもその駅前広場を 私たち芸工大の教員のチームと、それから作るプロセスでは学生にも入ってもらって、一緒になってこれを今、刷新しているところですね。で、あの今、写真に写っている中央のこれが JR の灘駅。で、今、計画に取り組んでいるのがこの南の広場と北側の広場、この2つの広場についてです。で、もともとはですね、この広場っていうのは、 えとまあ、樹木がたくさんあってこっちが北側こっちが南側ですねなんですけれども、まあ、いろんな擁壁を作って神戸っていうのは斜面地になっているので当然ですけど平んたいいいいととこころろをを作作ううう思っっら壁壁ててにしていくしくかないんですよねでそういうことが北側でも南側でも起きていたのでどうしても広場っていうのがキュッと広場として囲われている感じになってたんですね。 でこれをもっと神戸らしい形で、えー、作り変えられないかと考えていて大きい意味で言うとここが JR の灘駅です。で南側には皆さんよくご存知の県立美術館立派な美術館がありますよね。で北側には王子動物園とか昔これ原田の森っていうふうに言われて、えー、っと若いアーティストの人たちがこの原田の森でけんけんガクガクと 美術の話をこう戦わせていたっていう風な伝説が残る場所で、えっと、旧県立美術館ですね今市民ギャラリーと横尾忠則さんのギャラリーになってますけどそういうギャラリーがあるとでこの南北に大きな文化施設を抱えている駅なのでそれをつなぐこの赤い道っていうのはミュージアムロードっていうふうに言われていてえっとアートの道なんだとで駅を中心にしてこのアートの道が 北側と南側の美術館をつないでいるんだよという立地にあるわけですね。そこでこの広場でどういうふうにこの広場を変えていけばいいかということを私たちは考えていったんですね。で、これが今お話ししたような美術館をつないでいる道ですよと。この広場をどうしようかっていうときに、えっ、ー、と結構立派な樹木が生えていて、で、今この広場が あいろんなこう壁みたいなもので囲われてしまっているのがもったいないなと。で、えー、私たちは最初に、えー、っと提案していることっていうのは、もうその段差、隔てているものを全部取ってしまって、もともとあった斜面に返してしまうと。もともとあった斜面にすれば、今生えている木々が本当に町とずっとつながっている森みたいなものになっていくと。まずこれを一つベースにして、灘の森広場。 灘の森をこの駅前に作ろうということをあの考えていたんですね。で、駅舎で今、線路で南北にこう分断されているように見えますけど、これを一体的にこう作ることで、こう森がですね、ずっと駅を挟んでつながっていくような、そういう計画にしたらどうだろうかということ。で、北側は昔の原田の森みたいに大きな広場で、まあ、 あのアートを置いてです、ね、いろんなイベントができるような広場を作ったらどうかあるいは南側は県立美術館につながる道ですから県立美術館の前庭みたいにアートの広場っていうのを作ったらどうか屋外のこういうアートを置いてですねみたいうようなことを提案して,いてであるいはですね単純にここにこう今ある木だけでは非常に暑いんですよね今日みたいな日とっても暑いですよね あるいは雨が降ったらちょっとそこにいられないというような状況になるのでそういうことを分析して風をちゃんと広場に通しながら、えー、日陰をちゃんと作って暑くなりすぎない広場にするにはどうしたらいいんだろうということをこういう環境工学のシミュレーションを使って科学的に分析しようとしています。でそういう科学的に分析した結果ちゃんと居心地のいい場所っていうのを生み出そうっていうのが私たち蛍光大チームの考えなんです。 でその中で森だけじゃなくって森の間にたなびく雲のようなそういう屋根の存在っていうのも現れてきましたでこれはしっかり日陰を作ってで暑い夏でもです、ね、この広場に人に、えー、佇んでいただけるように滞在していただけるようにしようというようなものですで実際にこうやってこう風をです、ねえー、解析していって、えー、ああいう屋根とかあ木の配置っていうのを決めていってるんですね で私たちだけがあ計画しているわけではありません。こうやってです、ねえー、っと私たちやこの大学の学生の人たちにも協力してもらって、ここで暮らしている地域の人たちにも一緒になって考えてもらってです、ね、どうやってこの広場をよくしていったらいいだろう、どういう使い方ができるだろうかとかっていうようなことをこうやった、ワークショップっていうんですけど、こういうことをやっています。で実際にです、ね、あのこれれ模型ですけれども こういう広場ができて今この南側の広場は工事中でこういう状態ですね今ねで来年のきっと春には皆さんに体験していただける駅前広場になってるんじゃないかなと思いますんでぜひ楽しみにしてってほしいなと思いますで次も、えー、なんですけどこの大学の近くですよね精神中央駅前の広場プレンティー広場っていわれるところとパークアベニューっていわれる場所がありますけれども えとこれがでですすねね中央駅なんです、ね、さっき長浜先生が郊外の駅だよっていうお話をされましたけどここに町が新しくニュータウンとしてできたんですよねでもこの町の外側をちょっと見てほしいんですけど面白いですねこれグーグルで見るとこういうふうになってるんですよずっとこういうふうに農地が広がってるんですよねもともとこういうふうに郊外の農地が広がっているところにこう新しいニュータウンっていうのが作られたっていうのがよく分かりますよね で、その中心にあるこの駅前広場なんですよ。これをどうしようかっていう計画ですね。で、えー、この広場、もともとはですね、からーんとしたヨーロッパの広場みたいに、何にもない石畳の広場だったんですよね。なんか、静清中央駅って皆さんご存知ですかね。神戸の方だったらご存知かもしれないですけど。で、そこに、まず人がわーっとこう、ピクニックできるような、大きなグリーンのシートを広げたような、 芝生広場が中央にできる、それから木陰を作り出すようなう樹木と建物が一体になったような、そういう木陰を生み出すような大きな屋根、でちょっと見えにくいですけれども、水辺の空間を作ろうと、この3つの要素でこの広場を計画しているわけですね。こういうふうになっていて、中央の芝生広場、これ、駅を降り立ってまっすぐ見たところですね、ここにあの北側にホテルが見えます。 ここに大きな木陰がありますでいいですねこうあの水辺の空間があって実はもうこれ広場開きしておりまして今朝も僕ちょっと見てきたんですけどこの浅い水盤の中に子どもたちが入ってですね、えー、遊んでいましたまあ涼しいのでとってもいいんだと思うんですけどでその傍らにですねあの大きな木陰を落とすようなあグリーンルーフと呼んでいますけど、えー、植物と建物が一体になったようなものを こ,う計画してるこれは一体何だろうかとこれがあの芝生広場ですね。で、えー、完成すれば、えー、こういう風景が見られるでしょうということで、ちょっとずつこの緑が育って、ちょうどパーゴラみたいな小学校にありましたよね、藤棚みたいなのあったと思うんですけど、あれの大きくなったようなものを想像してもらったらいいと思うんですけど、こう緑の葉っぱ越しに、えー、こういうふうにこう気持ちがいい木陰っていうのが えー、少しずつこの植物が育っていけばですね、えー、こういうのが実現されていくだろうということですね。あのぜひ、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思うんですけれどもで、これはですね、ちょっと図がちっちゃくて申し訳ないんですけど、大きな木のような建物を作ろうとしたんです。で、大きな木っていうのは、いろいろよくできていて、日当たりのいい場所に枝は茂るし、 えー、幹に近い部分にはより濃い木陰ができるっていうようなことでこのーパーゴラは、えー、さっきと一緒ですね環境工学的なあ科学的な解析をしてどういう木陰ができるだろうかっていうようなこととか方位によって植える植生を変えたりしながらですね人工的な木のような木陰木の下にいるような空間を実はここに実現しているんですねこういうものになっています。 でえー、と建物だけを見るとです、ね、なんだかすごくこう物々しいものに見えますけれども、ここに緑が伝って、さっきのパースにあるような風景が生まれてくると。これ、今の風景なんですけど、ここにあの水辺がありますよね。子供も遊んでいて、気持ちが良さそうで。で、これが大事なんですよ。で、こういうものを作ったときに、本当にちゃんと涼やかな居場所が、居心地のいい場所ができているのかっていうのをこうサーモグラフィーで。 見てみると実際ですね、見てください、周りはこの赤い暑い熱いとこですよね、この木陰、ちゃんと人がいると居心地がいい居場所ができてるなっていうのが、えー、こういうものを見るととてもよく分かると思います。で、この屋根だけじゃなくってですね、パークアベニューって言われる、えー、駅の東側にずっと大きなストリート型の広場がありますけれども、そのストリートでも地元のですね、マルシェとかをこうやって、それその 風景ですよね。にぎわいがこう駅にできてきてたとで。ちなみになんですけども明日8月の20日はこのプレンティ広場で、えっと、マルシェのイベントがありますで朝10時からやっているようなのであの僕もちょっとですねそこに行きますけれどもぜひ皆さんよかったらどんな広場なんだろうっていうのを見てくれるといいかなと思います。でなくて毎月20日に開催してますので、あ<っ>あの僕らが マルシェをやっぱりしたいっていう提案がですね、あのー、実を結んで、えー、徐々にもう1年近くなりますけど、毎月あの20日に開催をしていただいてて、僕らもあの応援しながらですね育ててますので、ぜひ、あのー、皆さんも一度あのお立ち寄りいただけたらと思います。はい、で、最後にですね、えー、これは大きな駅なんですけれども、神戸駅前の広場についてちょっとご紹介をしたいと思います。で神戸駅って皆さんで ね、あのまあ神戸の駅神戸駅ですからねもともとは神戸の町の中心だった駅ですねであのこの三角形の場所が、えー、と神戸駅がここにあって神戸駅の北側の広場があってここにあの港川神社っていう大きな神社がありますよねでその上に、えー、大倉山いわれるあの文化施設が建っている場所があって。 きっと皆さんは北側のことよりももしかしたら南の印象が強いのかもしれませんけど、ハーバーランドが南側に広がっているので、なんとなくですけど、町に来た人はみんななんか地下に入ってしまって、ハーバーランドの方に行っちゃう人が多いのかもしれないけれども、実はこう北側にもこういう魅力的な町が広がっている、そういう場所ですね。で、そういう広場にですね、えー、地下には大きな地下街がありますので、 えー、ここにあの今ロータリーになっている場所に大きな屋根を掛け替えます。で、これちょうどですね、湊川神社のこう参道になる場所に、なんとなく湊川神社とこう響き合うような大きな大きな屋根の下に、えー、365日居心地がいい場所を作ろうとしていて、で、その手前にですね、今ちょうど自転車がいっぱい止まってて、 広場っていうよりも何でしょう交通のための場所っていうロータリーって感じがすると思いますけどここをしっかり開けてですねこう並木広場を作ろうとしていますこういうことに今芸工大のチームは取り組んでいて設計を行っているところなんですねこちらにロータリーがあのギュッとこう両サイドに分けて真ん中に人のための広場を作ろうというようなそういう計画なんですねで もしかしかたら、神戸の方はご覧になった方いらっしゃるかもしれませんけれども久本市長があの記者発表でこの駅前広場のことを皆さんにご紹介いただいていました今でも YouTube で見れるので興味ある方はぜひ見ていただいたら町がどんなふうに変わっていくのかなっていうことをですねあの市長を含め私たちもしっかりま取り組んでいこうということであのご紹介された時のものです これが今の広場なんですよね。なんか広場かな、これはっていう感じがしますね。この大きな屋根ありますけど、この周りはロータリーになってて、さっき一番最初に話があった車のための場所というふうになっています。人のための場所にはなってないんですね。で、昔、昔、これが神戸駅ができた時の写真になってますけど、 こういうふうにこう駅があって。で、不思議ですね。港川神社はこっちにあるんですけど、こういうふうに斜めにずれて作ったんですね。港川神社の参道がこういうふうにまっすぐ来ているのに、ちょっと傾いて駅が入っているというのが分かります。それから、大きく見ればなんですけど、さっきウォーカブルな街、歩いて楽しい街っていう話がありましたけど、私たちの考えっていうのは、駅を降りたらですね、駅前の広場だけじゃなくって、その 北側にある港川神社の森があって、その上には大倉山公園の森があるで。こういう緑があふれている町を、一つの大きなこういう大きな場所として捉えることができれば、ですね、駅を降り立って歩いて楽しい緑に満ちた町に神戸駅前っていうのが変えられるんじゃないかっていうことを考えて、この広場の設計に取り組んでいるわけなんですね。でえー、駅を降り立って、あ ちょっとまあ話があれですけれども、これが参道です。この参道もちゃんと広場の中でこう鳥居からですね、パッと広場に降り立ってみれば、ああ港川神社の正門が見えるようなそういう広場にしようとしています。はい、こういうですね模型をいっぱい作って検討していくわけなんですけれども、これが駅舎ですね。ここが参道ですね。はい、で、ロータリーをこっち側にキュッと寄せてここに広場を取ってる。 これが山道部分です。すすちょっと見見ににくいででけど、こここ港ヶ神社の正門が見えてますね。これで今駅前に降りてもなかなかね「港が神社どこにあるんだ?」っていうのはパッと感じられないんですけどきっと駅前広場がリニューアルされたらこの参道っていうのがパッと自然と感じられるそういう広場になってくれるんじゃないかなと。でその参道の入り口ですよね。 にはきっとこう市場とかマルシェとか単にこう町を訪れた人だけじゃなくって日常この神戸の街に住んでいらっしゃる方々もこの広場をこう楽しく使っていただけるようなそういう計画になったらいいなということで取り組んでおりますこういうあの大きな屋根があって地下ともつながりますね地下の街も今ですねあえそんな地下に町あったのっていうような感じの印象があるかもしれませんが 地下と地上もしっかりつなげて、一つの居場所として計画できたらなということを考えています。で、こうちょっと特徴的な形をした大きな屋根なんですねで。これなんですけども、こういう暑い夏の日、どういう光が入るだろうか、あるいはせき止められるだろうかっていうような解析。さっき一番最初にです、ね、このの大学の 原先生っていう環境工学の専門家の先生がいらっしゃるんですね。その先生もチームのメンバーです。で、えー、光の解析をして、よし、これだったら夏場でも涼しい環境が作れるぞとかですね。風なんですよね。風を操っているんです。あの大きな屋根の形は、冬の寒い北風を跳ね上げて、広場に冬場、ビューっとこう北風が吹いてしまうと寒くていられませんよね。そういう風を 跳ね上げてしまう逆に夏場はですね緩やかな気持ちのいい風が広場に入ってくるようにしようというような目に見えない風を解析してそれを形にしていこうというようなそういう試みでもあります。でそういったですね、えー、っといろんな私たちのチームの力を結集してで、あのー、この駅前の広場を街に訪れる人だけじゃなくて神戸に暮らしている人にとっても 居心地のいい居場所に変えようということで取り組んでいる事例になります。はい、えー、っとですね、日、まあ、あの,今日あの神戸未来風景ということをテーマに、あのまあ、僕たちはです、ね、あの建築あの、環境デザイン分野ですので、まあそのお、やってることをですね、その分野のお目を通してですね、少し神戸の未来を。 まあ短いい時時間という時間とうですすけけども垣間見ていいたただけたかなと思いますで、まあ、今神戸駅が絶賛やってる最中なんですけども、まああのまあ、この大学はですね当然教育研究で実践的なこういうプロをやってる先生がまあ多くいらっしゃって、まあ、僕らもその一つなんですけども、まあ、こういう実際に実践的にプロとしてプロジェクトをやりながら、まあ、そこに学生 さんもですね、参加してもらう形で、まあ、あの当然あの将来になりたい仕事として覚えていただいたりとか見ていただくような、まあまあ、巻き込んで,です、ねえー、やっています、まあ。その辺りはやっぱり、えー、神戸市側もかなりウェルカムですので学生と一緒に共同してこう進めていくという、まあ、その中での研究のサポートもしてもらったりとかです、ね、しながら実際の神戸、えー、地元の神戸でこうやってプロジェクトが、まあ、実現していく。 行ってそれをまた実現したものをまた学生が後輩の学生がまた見てみたいなそういうようなまあ教育の実践的な教育をまあ目指している一つにもなります。でこれ神戸駅今やってるんですけど、えー、完成が8年後です。まちづくりっていうのはそういうオーダーです。えー、10年単位かかります。えー、と建設含めて 8年かかりますので、まあ、そういういいの長い仕事ですで今日まあオープンキャンパスですので、えー、建築環境デザイン分野以外ですね、えー、生産工芸であるとか、えー、ビジュアル、えー、メディアの方もいらっしゃると思うんですけども、えー、このまちづくりっていうのはですねその全部の分野がやっぱり関わってきますで。あともう一つはやっぱお伝えしたいのはあの自分たちのまちっていうことです変えれるということです。 所詮あの、人間が作ったものん,んか僕もあのこういう分野を学ぶ前はなんかもう大きい町というのは誰か大人たちがやっていて自分が関われないというか、まあ、そこで暮らしていくしかないっていう思ってたんですけどやっぱりこの分野を学んでみてあの自分たちがやっぱ作っていかないといけないし変えていかないといけないんですねどうしてもやっぱりあの古臭くなったりとかライフスタイルに合わなくなってきます。あの お家もそうだと思うんですけど、お家の今、リフォームが流行っていると思うんですけども、まあ、子供がいてるとき、えー、夫婦になったときにリフォームをしていくのと全く同じように、ですね、街もやっぱり作り変えていかないといけないんですね、逆に作り変えれるんですね。だから別なあの、えー、建築環境デザイン分野だけではなくて、まあ、他の分野も関わりながら、ですね、街、えー、っていうのはやっぱり特にあの今日来ているですね、あまあ、高校生の方ですね。 自分たちがまあ将来生きていく場所をやっぱり自分たちのようにやっぱりカスタマイズしていけるし、えー、していく必要があるということなので、まあ、その神戸の少し未来を見ていただきながら、まあ、そういう感覚ですね街を変えていける作っていけるっていう感覚をですねぜひあの見ていただけたらというのが一番あの今日お伝えしたかったもう一つの,あの僕らの思いになります。 はい、えー、っと、じゃあ、ちょうど一時間、えー、時間が経ちましたので。えー、っと、トークショーのですね、神戸未来風景、えー、というトークショーを、は、あの、以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。